いやー、でも背中バッキバキですね。よくあれでしたね、あの撮影現場とかこなしましたね。自分でもそう思います。本当よくこの体でって本当にすごい努力でしたね。漫画って何読むんですか？漫画結構いろんなジャンル見たり、なんか昔のなんか古い少女漫画読んでる。おー、そうなんですね、はい、なんかホラー漫画読んでそうな感じあるな。あホラー好きですか？好きです。あ、お茶漬けのりとか読みますか？何ですか？あ、知らないですか？ホラー漫画家でいるんですよ。恐怖の館っていうのありましたよね。月刊恐怖の館、知らないですか？世代差かな。私も漫画好きで、うん、子供の時に本屋行ってずっとあさりちゃん立ち読みしてて、あさりちゃんそうで、なんかあの知らないうちに 夜になってて、うちの母親があの鬼の形相で戸塚前に来たことがあった。あさりちゃんがずーっとなんかポケーっとよ楽しく読んでたら3、4時間経ってて私立ち読みダメなんですよね、集中できなくて。あ、そうなんですか？そうなんです。漫画読むの遅いからなかなかはかどんない、はい、はかどんない。あ、でもじゃあちょ何冊かあれば結構時間潰れますね。そうなんですよ。犬木かな子とか、犬木かな子知らないですか？わかんない。その私が子供の時のホラー漫画家ですね。梅津和夫とか読まないですか？まことちゃんしか読んでない。まことちゃん、まことちゃん好きそう。まことちゃん好きでしょ？めちゃくそ好きです。絶対好きだと思った。わかる。まことちゃんがすごい流れてますもん。うん、モンハさんの中にまことちゃんめっちゃ流れてます。
水木しげるは好きじゃないですか。水木しげるはあんま知らないんです。知らないですか。誰好きですか。あのリボン系が私。あ、リボン。はい、じゃあ普通に正統派の少女漫画好きなんですか。そうなんですよ。意外なわけねえだろとか言わないんですか。結構好きなんですよ。じゃあ普通に少女な部分がいっぱいあるんですね。そうなんです。ぬいぐるみ好きだったりとか。そうなんです。うんこだけじゃない。決してぬいぐるみに虫置いたりしないんですね。そうですね。なんかぬいぐるみの中に虫詰めたりしそうですけど。しないんですね、それは。なんかそれも漫画の影響で呪われそうじゃないですか、まあ、そういうぬいぐるみとか人形に割れさせる。ああ、魂宿ってそうっていう。あ、そうそう、魂宿ってるって信じてる派なんで。へーでも大事にされてるやつって、うん、こっちの思い込みかもしれないですけど、魂宿ってる感ありますよね。なんか表情違うとか。そうそうそう、ありますあります。なんかでもお客様で、うん、家に何か住んでるって言ってる人がいました。ギターケースが動いたりとか。でも本当に人が動かしたとしか思えない動き方で動くとか。ストーカーじゃないの。いや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 、見えないんですよ。見えない見えないんですって。なんか透明人間のように。とかなんか決まった時間に犬が吠えるから、あのその同じ向き方向を中空を見て犬が吠えるらしいんですよ。怖い。あ、帰ってきたみたいな。みんなでなんか我が家の貧乏神がお帰りだねみたいな。なんでそんな本気でいられるのだ。なんかあんまり怖がってないみたいですみんな。へえ、うん、怖いよ。やだ、一人だったらやだ。なんかあ、そうですよね。なんかあと試験前に寝られなくて、ね、寝れないなぁと思っていたら、なんだっけ、なんか人の顔だからなんか気配だか忘れちゃったんですけど、なんかボンって人が現れて、うわってなって、なんかそのまま気絶するように寝ちゃって、で、あ、寝かしてくれたんだなみたいな。怖い。試験前だから寝かしてくれたんだなみたいな。怖い。いい風に捉えてるって言ってましたけど。怖い。親切だなみたいな。怖いな。怖がりなんですよね、私。なんかピンポン鳴るだけで怖いんですよ。なんかおかしい人じゃないかなみたいな。怖く考えちゃうんですね。そうそう、なんか怪しい宗教の勧誘かなと思って。いますよね。いますよね。なんか私もなんか変なおじさんが子連れでやってきて。子連れ。そう、子連れなんですよ。なんか6歳ぐらいの子供、男の子とおじさんがやってきて、うんうん、ちょっと祈らせてくださいみたいな、どうぞっつって。あの後ろ半分でなんか、じゃあどうぞっつって、ここでよければっつって、なんか玄関先で、あのなんか目つぶっといてくださいとか言われて、なんか金目のそうかもしれないですけど、なんかを取り出、なんていうんですかね、お払い棒みたいのを取り出して、ファサ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 されました。なんか玄関先をしあまったの騒いでんじゃないですか。ここじゃないです、ここじゃないです。ここです。すごい前です。びっくりした。もう高校生ぐらいの時。最近のことか。いや、最近はもうそんなことさせません。お帰りくださいで。間に合ってますって言うと思うんですけど。当時はちょっとなんか怖いもの知らずっていうか。へ、え、ぇ、ー。
子供が嬉しいですよね。ね、何なんですかね。でもなんかニコニコしたおじさんとニコニコした子供でしたよ。なんか犯罪組織にしてる。いや、悪い方に考えるんですね、もうさ。そう、ちっちゃい子にあの犯行を、実行犯をやらせるみたいな。あー、でもなんか子供に万引きさせるとかね、ねあるらしいですね、手口が。油断させてそう。嫌ですね。子供がいるってだけで安心しちゃいますか、ね、そうそうそう、まあ、それはありますよね。なんかそういうのあるらしいですね。なんか妊婦のふりをしてとかさ。やばいですね。怖い人ばっかりですよ、ね、そう言ったら、まあそうですね。